2018年2月の9日10時48分です。よろしくお願いします。おはよう。はい、ワードツー。おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう。寝てるよ、ちゃんと。寝てる寝てる。はい、ワードツー。おはよう。企画、今のところないかな。今のところないね。2人を選ぶ。機嫌悪くないよ。生活苦しいよ。苦しいよ。まあみんなも苦しいだろうね。まあしょうがねえよな、こんなご時世だから。頑張んねえとな。おいっすー。あ、いや、コラボ放送は画質下がっちゃうの。俺が誰も騙してないって。別に掃除枠やんない、知らないよ。自分で考えなよ。少しは脇毛はみ出してた。じゃあはみ出すでしょ。そりゃ13がしつこい。自分のない頭で考えて。
囲いはいないね。うん、囲いはいないね。まあ見ての通りですね。はい。誰も囲ってないですね。テロップ？はいはい。行きたくないか。囲いがかばってた。なんだろう、よくわかんないな。でも表示されてるからね、花火ね。うん、なんでキツネやんの。いや、アイテムが多いから。普通に通常枠がアイテム飛ぶんだったらそっちあるよ。キツネの方がアイテム多いんだよ。俺は自分のこと小好きだと思ったことは一回もないね、うん、自分のこと小好きだと思ったことは一回もないよ。表現をしてパフォーマンスをして、それでチップをもらって生活してるんだから、それでよくない？はい、解放、お疲れ。戻る予定ない。掃除行こうか。いいよ、うん、今から行くから待ってて。話聞いてねえな、ほんとに。バカありがとう。話聞いてねえだろ、こいつ。10分ぐらいで着く？話聞いてねえの、うん、絶対本人じゃねえよ。今日はね、左手痛いからちょっとトレーニング休む。無の世界を信じる。何、無の世界って。死後の世界ってこと？
死後の世界に無になるかどうかってこと。それはだから、俯瞰して見るのか内面的に見るのかによると思うけど、自分が死んだら自我っていうものはなくなるわけだから、俺はその今現時点で自我があると思い込んでるのすら幻想だと思ってるの。だからまあ無は来るだろうね、本人にとっては。だけどその生きてる人の中では世界が回り続けるわけ、そこにコミットできるかどうかだと俺は思ってるよ。そういうもんだと思ってる。寝てる時よりも、何もない世界だ。何もない世界。何もない世界で、霊はまあ旗から見たら幻覚かもしれないけど、本人からしたら事実だからね。いや、それと一緒ね。縛りはあんまりないけど、こう滑る夢はよく見る。落ちる夢は、落ちる体験って言った方がいいのかな。武士っぽい人。
3人もいるの。バーガーありがとう。あー、なんかね、寒気がする場所とかあるよね。わかるな。あ、お金にまつわる話。いや、別に本とかに出てきたら、出てくるようなありきたりな情報だが、別に俺から聞くような情報でもないよ。お金っていうのは何なのかって、うん、うわ、こういう場所で話しても理解ね、される。あ、ありがとうございます。36号さんありがとう。花火ありがとう。まあ、なんだろう、まあ話聞かない人に話してもしょうがないっていうのはあるからさ、うん、でしょ。まあ別に学校で習うことだからな。学校で習うことだから。ありがとうね花火。何、どういうところが聞きたかったの？お金の。925スターリングシルバいい。本読んでないね。ナウシカ全巻読んだのとハンターハンター読んだぐらいだ。ハンターハンターの最新巻。いや、コメント別に拾いたいのは拾うよ。コメントなんかスルーした俺。ナウシカ面白いね、すごくね。やっぱ宮崎駿は天才だなって思ったけど、ナルトはあんまり好みじゃなかったね。鹿丸の学校の中任試験だか下任試験だか、鹿丸すげえ面白かったけど。初見さんいらっしゃい。ワンピースは全部読んでるよ。
1巻からずっと追っかけてるか、中学1年生か小6か忘れたけど、小6かな。僕らはなぜ生きてるのか読んだ。次回宮崎作品。ああ、見てないね。見てない、見てない。ベストワンっていうか、その漫画っていうのは、映画とか漫画っていうのを1番、2番、3番っていう順番をつけることに何の意味もないと思っていて、俺が個人的に好きなのは古谷実の作品とか、鬼頭先生の僕らのっていう作品がすごく面白かったかな。でもそれは年齢、自分の年齢とか経験によって作品の見方っていうのは変わるから、自分がどのジャンルを好きで、どのタイミングでその漫画と出会うかっていうのがすごく大事だと思ってるの。作品と。漫画に限らずね。で、ボーイズ・オン・ザ・ランとかも面白かったし。作品、まあ、バキも好きだしね。で、なんて言うんだろうな。作品、それぞれと、今自分の置かれてる状況とか経験値によって面白い作品っていうのは変わると思ってるね。あ、マキバオ面白いよね。マキバオは面白い。そうだね。いや、作品っておけるものすべては人との出会いとすごく似てるね。ボーイズビー見てたね。内容一つも覚えてないけど。宇宙兄弟微妙だな。そこまでハマらない。10巻ぐらいまで読んだかな。あんまり面白くないね。俺はタイプじゃない。新遊記面白いね。浦安鉄筋家族もあんまりタイプじゃないけど、バキのお母さん、ハンマママだっけ？あれはすごい好きだけど。ヤンキー系の漫画は読まないかな。ハンターハンター最新刊の評価。いや、まあまあ普通かな。相変わらずうめえなっていう。相変わらず。安定の面白さ。今、現代漫画で書かれてる。まあ最高傑作だなっていう印象だね。稲中卓球部は面白いでしょ。異世界転生ものっていうのがどのジャンル、どういう作品のジャンルかよくわかんないね。あんまり見たことないかもしれない。テイク2、ダイモンテイク2とか、エンブレムテイク2だっけ？あれ異世界転生もの？東京グールは見たことない。昨日発見したベルセルクずっと追っかけてきてるんだけど、ベルセルクみんな好き？ベルセルクの幻の巻、幻の巻じゃなくて幻の1話っていうのがあって、俺単行本でずっと読んでたんだけどさ、グリフィスがその蜀で転生するときに83話を割愛したんだって。コミックに載せなかったんだって。で、初めて83話読んでみたんだけど、あれはコミックスに載せるべきだったと俺は思ってるんだけど。リゼロは知らないな。モンスターハンターストーリーズわかんない。ネタがもう出尽くしてるっていうか、もう、それは手塚治虫がやりきったかな。だから表現の、ああ、俺はクローズワーストが面白いって言ってるやつアホだと思ってるね。ヤンキー漫画大嫌いなんだよね。6デナッシュブルースはあんまり。
ローズとかワースとか言ってることかっこいいかもしれないけど、全部犯罪じゃん、あれ。人のことぶん殴らないとさ、いいこと言えない人たちでしょ。なんでわざわざ殴るんだろうね。毎回名台詞を言うたびに人のこと殴る。よくわかんないわ。俺も無理だね。全然感情移入できない。だクローズとかワーストとか読んでて面白いって言ってるやつ頭悪いやつばっかりなんだもん。会話できねえよ。ワールドイズマイン読みたいんだけどな。ワールドイズマイン面白い。はい、ワカツー。ワールドイズマイン。ベルセルクはね、16巻ぐらいまで、4巻から16巻ぐらいまではピークだと思う。13巻かな。それ以降は読む必要ないと思ってるけど、4巻から13巻あたりまでは読んで面白いと思うよ。ベルセルクは。そっから先は面白くないね。キングダムは読んでないね。あ、そっか、殺し屋1とかと、あれか。同じ時代か。牛島くんは嫌い。カイジはもうめちゃめちゃ面白いね。今朝花火上がった。いや全然上がってないよ。浦沢直樹、俺モンスター好きだったな。モンスターとかマスターキートンとか。クロサギは微妙。最高の漫画、いやだからさっきも言ったけど、古谷実とか、あと僕らのとか好きだよって。花坂でんでんくん懐かしいね。懐かしいな。20世紀少年あんま面白くなかったな、最近の漫画見てない。最近の漫画買ったのはね、ブラムってやつかな、ブラム。寄生獣は俺あんまグッと来なかったね。よく寄生獣なんか一番面白いっていう人結構いたんだけど、俺は合わなかったな。微妙だった。そうなんだよね、風呂敷広げるのうまいよね、本当に。浦沢直樹は回収が下手だよね。うん、
東京ブール、鼻炎ですね、慢性鼻炎。あー、読んだことないね。ドラゴンヘッドも微妙かな。ボノボノ懐かしい。シマリスデイス懐かしいね。ヨハン・リーベルト、ご飯カツ丼食った。ヨハン・リーベルトね、あのアンナとヨハンが母親がどっちって選ぶこっちっていうシーン怖いよね。手作りだけど、カツはね、夜中だったから仕入れることができなかったから冷凍のカツだったね。バスタードね、ヨハンのモンスターさが見てていまいち伝わらなかった。ああ、多分ハンニバル・レクターっぽさを出したかったんだろうね。のんちゃんが作ってくれたよ。だけど気になる、昨日よりもずっと。バカボンドはね、俺はね、飲春が出てきたから急に面白くなったイメージかな。飲春が出てくるまでダメだったね。キツネの意味ある、ない。キツネに意味、なんか配信自体に俺は意味があるとかないとかあんま考えたことないかな。四つ葉と最高だね。四つ葉とは俺アニメ化したらクレヨンしんちゃんとかサザエさん超えると思ってる。四つ葉とはアニメ化するべきだよ。版権買うべきだよ。あれはモンスターアニメに変わる可能性がある。アズマンガ大王面白いよね。四つ葉とはすごいね、あれは。言うのんびりか、言うのんびりヨハン・リーベルトに見える。ちょっと面白いね。俺絵が描けないんだよね。ただまあ俺が漫画描いたら多分すごいことになると思うよ。のんちゃん年齢47。俺は漫画うるさいよ。B 型。四つ葉とってアニメあんの今。
んちゃん見た目若いよね。S 赤今調子いいの。へえ。囲いが花火師がついたんだ。へえ。知らんかった。勉強不足でした。いや、狐やめてもいいも何も。だって狐やめ、だって狐の方がアイテム上がるんだもん。やめる必要ないでしょ、別に。S 赤仕事始めたんだ。儲かるんだったら狐やった方がいいでしょ。そっちの方が良くない？俺には一生花火師つかない。マジかよ。ありがとう。アイテムありがとう。は お前かい。のんちゃん寝てるね。2週間で10万以上荒稼ぎ、あと振り込み、すごいね、さか。へえ。時間効率っていうかね、まあ、飯食わねえと死んじまうかんな。どれの遺産？どれさん遺産持ってんの？セアカなんかに負けて悔しくねえのか。俺が負けてるわけじゃなくて、俺のリスナーが花火投げてねえんだからしょうがねえだろうがよ。なあ、負けてんのは俺じゃねえよ。俺を勝たせるかどうかはリスナーが決めることだろう。悔しくねえのかよお前ら。なあ、悔しくねえのかよ。俺がマンスリーこんな下がっちまってよ、悔しくねえのかよ。お前らがアイテム投げたら別に上の方行けんだよ。悔しくねえのかよ。だって俺の責任じゃねえもん。だって俺の責任じゃねえもん。投げねえのお前らじゃん。投げねえのお前らじゃん。だろ？投げてねえんだから。俺の問題じゃねえだろうがよ。金ないんだろ？だから貧乏なリスナーしかいねえんだからしょうがねえじゃん。パフェありがとう。でも別に俺悔しくないよ、別に。貧乏人がたかってきてるだけなんだから。うん。貧乏人しかいねえだけだろうがよ。知らねえよ、そんな。俺の問題じゃねえよ。でしょ？俺の問題じゃないもん。うん。集めたわけじゃないよ。勝手に集まってんだから。うん。知らないよ。マンスリーが上がってるかどうかっていうのは質のいいリスナーが集まってるかどうかだから。しょうがないでしょ、こんな。こんな上がるわけないじゃん。こんなコメント欄見てみろよ。こんなゴミクズしかいねえんだから。俺何も間違ったこと言ってないよ。いや、逆効果も何もないよ、別に。俺は当たり前のこと言ってるだけなんだから。マンスリーランキングっていうのはいかにリスナーさんが優秀かっていうゲームなんだから。
論点ずれてないでしょ。どこがずれてんの。だマンスリートップにアイラとかテルとか稼いでるだけだろ。それはテルのリスナーが優秀だからだろ。アイラのリスナーが優秀だから。違う？ゴミクズじゃん。何言ってんの63号。ゴミクズじゃん。だから負けて悔しくねえのかよって俺に言ってもしょうがなくて、負けてんのはお前なの。お前がアイテム投げないから負けてるの。バカだしょ。バカだしょ。お前。なあ。なあ。俺が負けてるんじゃないの。お前バカだしょ。ほんとに。アイテムありがとう。沖縄行こうぜ。金ねえ。金ねえ。生きてくため、生きてくだけで精一杯。金ねえ。沖縄行きてえな。うん。あ、消えろ消えろ。二度と来んな。バーカ。うん。いや、バカだしょ。じゃあ悔しかったら投げてみろよ。グダグダ言ってねえで。悔しくねえのかよ。なあ、悔しかったら投げてみろよ。悔しくねえのかよ。なあ、悔しいだしょ。なんでバーガーなんだよ。なんでバーガーなんだよ。なんでドレさんに頼むんだよ。ドレさん関係ないでしょ今。数合わせありがとう。投げるのもったいない。そう。はいはい。いや笑うでしょこんなの。いや調子乗んなはこっちのセリフなんだけど。調子乗んなはこっちのセリフでしょ。俺のセリフだよ調子乗んなは。うん、ピザ届けようか。いいよピザは今腹いっぱいだわ。うん、パフェありがとう。調子乗んなよ。調子乗ってんのお前らじゃん。俺全然調子乗ってないよ。だって稼げてないんだもん。死んだ犬だから。死んだ犬。リスワンも取れねえ。マンスリーも圏外。死んだ犬だよ。死んだ犬。死んだ犬。なあ。死んだ犬蹴っ飛ばして楽しいのかよ。死んだ犬をよ。死んだ犬死体蹴りして楽しいかよ。花火ありがとう。なあ。死んだ犬蹴っ飛ばして。お前らがやってんのそういうことだよ。死んだ犬バンバン蹴っ飛ばしてよ。いいじゃねえか。閲覧も稼げねえ。人気もねえ。マンスリーも圏外。リスワンも取れない。いいじゃん、別に。死んだ犬家って何なんだよ。死んだ犬家って何なんだよ。お前らがやってるのそういうことじゃん。別にほっときゃいいだろ。ほっときゃいいだろ。嫌いなんだから、俺のこと。俺のこと嫌いなんだから、なんで俺が媚び売らねえといけねえんだよ。他行け、他行け。他行け。やさぐれるも何もないだろうがよ、こんなわけのわかんないこと言われてよ。なんで俺がそんなこと言われないといけないんだよ。しょうがねえだろ。稼げてねえんだから。稼げてねえんだからしょうがねえだろ。事実だろうがよ。ブロックしたらリスナー一人もいなくなっちまうよ、バカ野郎。考えろよ。アンチコメントブロックしてみろよ。閲覧3だよ、こんなもん。もうどうしようもねえんだよ。どうしようもねえんだよ。手詰まりだよ、手詰まり。もうあとは死期、いつ死ぬのか待ってるんだよ、こいつらは。死神だよ、死神。いつとどめ刺そうか待ってるんだよ、こいつらは。わかるか？もうお迎えが来てるんだよ、お迎えが。バカが。考えて物申せ。もう何も出てこねえぞ。もう何もないよ。失うものなんかないんだから。しょうもない。言わせんなよ。何も出てこねえよ。失うものなんか何もねえよ、バカ野郎。
何が出てくるんだよ。なんもねえよ別に。話題にもなってねえよ。花火師元からいねえよバカ野郎。いたことあんのかよ。花火師も消えるわなじゃねえよ。花火師いたことあんのかよ俺の枠で。なあ。花火師いたことあんのかよ。元からいねえんだよ。元からいねえだろうがよ。誰がいんだよ。バカが。花火してる奴に失礼だこの野郎。二人しかいねえだろうがよ。46分間やって二人しかいねえだろうがよ。どこにいんだよその失礼な花火師を。連れてこいよ。46分間200人いてよ、二人しかいねえだろうがよ。連れてこいよ失礼だって言ってる奴よ。二人しかいねえんだよ。連れてこいよさ、失礼だって言う奴よ。いねえだろうがよ二人しかよ。バカ。頭おかしいだろ、ほんとに。考えたから物申せよ、マジで。死んだ犬蹴っ飛ばすくせよくねえよ、ほんとに。なあ。血管切れるわこんなもん。寿命がただ減っていくだけだわ。寿命が。しょうもね、しょうもないわ本当に。どう、事実じゃねえか。俺間違ったこと言ったか。マンスリーも取れない、人気もない、嫌われてるな。花火も上がんない、リスワンも取れない、何の価値もねえじゃねえかよ。何の価値もねえじゃねえかよ。なあ。お前死んだ犬け飛ばして何なんだよ。もうやめたら、やめねえよバカ野郎。やめねえよ。やめねえよ。嫌がらせだよもう。サーバーに負荷かけてやるから、サーバーに。もうこうなったらサーバーに負荷かけてやろうと思ってるから。必死の抵抗だよ。必死の抵抗。もう全力でサーバーに負荷をかけてやろうと思ってるから。薬にも毒にもならないコンテンツを刻んでやろうと思ってるわ。このインターネットの時代に一石投じてやるわ。バーカ。犬殺しはてめえらだろうがよ。大手もクソもねえだろ。どこが大手なんだよ。マンスリーランキング圏外になる大手なんか聞いたことねえわ。150人、ふわっちから上から数えて150、アイラから始まり、な？アイラを筆頭に始まる、お前、150人。ふわっち、お前何人いると思ってんだよ。その中でお前150人以下だぞ。どこが大手じゃ、バカ。ワド、うんこ吹け。目からうんこ出ねえわ。なあ。
目からうんこ出てこねえわ。何がナンバーワンだよ。犬とかけてんじゃねえよバーカが。初日15位だったよ。マンスリー15位だった。今何位だよ。初日15位。2月1日、奇跡の日。2月1日、奇跡の日。2月はいけるかなって思ったよ俺は。2月はこれいけんのかなって、奇跡起こんのかなって。今何位だよ。2月1日からたった1週間で何位だよ。なあ、何位だよ。2月1日何だったんだよ。2月1日あの日は。いけると思うだろう。2月1日15位マンスリー。今何位だよ俺。いいよもう。嫌いなら嫌いでいいよもう。しょうもない。ああ、腹立つわ。風船ありがとう。風船一個どうもありがとう。いや、もういいんだよ。別に俺ももう食っていけると思ってねえから。もう終わったんだよ、もうとっくに。細々とやっていくから、風船一個ありがとう。ああ、もういいだろ。もうよくねえか、もういいでしょ。囲いも一人もいない。オワコン？オワコンだよ。始まらなかったオワコンだよ。始まら、風船一個どうもありがとう。もういいでしょ。もう始まらなかったオワコンなんだから。はい、TCP、TCP。はい、はい、TCP、TCP。ハートありがとう。はい、さよなら。はい、バーガーありがとう。あ、頭痛くなってきた。頭痛い。はい、風船5個ありがとう。切らないよ。切らないよ。切りません。この悲壮感をふわっち中にばらまいてやろうと思ってるから。この悲壮感を配信会全体にばらまいてやろうと思ってるから。逃げません僕は。わかる？延長するよ。延長しますよ僕は。逃げませんよ。いけいけ。他もう二度と来んな。もうフォロワーももうずっと増えてないし。もうオワコン。はい、オワコン。もうダークサイドだから。ダークサイドに行ったから俺。ダークサイド、光の和道から闇の和道だから。闇和道、闇は強いぞ。闇は全てを飲み込むぞ。闇はどう？フォロー？もういいよ。お情けフォローでしょ？お情けフォロー。お情けフォローいらないよ、もう。どうせすぐ、再来月ぐらいに解除するんだから。フォロワー整理対象だから。フォロワーの整理対象にすぐ引っかかっちゃうんだから。いいよ、もうフォローは。純粋なリスナーさんだけとなんか仲良くやってくよ。30人ぐらいの気のいい仲間たちとやってくよ俺は、うん、いいよ。もう情けなくなってくるよ本当に。日替わりフォローだよ、日替わりフォロー。ガチフォローなら頼むよ。ガチフォローはよろしく。だからもうあれだよ、もうワドをフォローしてるっていうだけで叩かれるよ。いいの？ワドをフォローしてるっていうだけでたわくで
軽蔑される目で見られるんだよ。いいの。こいつまだフォローしてるみたいな顔されるんだよ。いいの。他のリスナーに。ああ、ワドリスナーじゃんみたいな感じだよ。いじめられるよ。他の配信者に。嫌でしょ。いや、そういうことでしょ。ワードをフォローするってことは。覚悟しといた方がいいよ。うん。覚悟しといた方がいいな。ああ。村八分だよ、村八分。ふわっち八分だよ。いや、もうフォローも増えない、収入も増えないよ。何やっても無理。もう5年もやってんの俺。5年やってここが終わり。ここが終わりだよ。ここが終わり。もうそっとしといて、もう見守って、四季を見守って、四季を見守ってください。死んだ犬。携帯電話滞納？携帯電話すら契約してねえよ。バーカ。携帯電話滞納しまくり？携帯電話を買えないんだよ。契約してねえよ、ここ3年間。俺、携帯電話持ってねえんだよ。なあ、本当のオワコンは携帯電話を滞納しないんだよ。携帯電話を契約できないんだよ。携帯持ってません。それが本物のオワコンだから。LINE 通話のみだよ。いや、そうでしょ。携帯電話滞納？可愛いもんだよ、俺からしたら。契約する金がないんだもん。何年間携帯持ってないと思ってんの？売名しても無理だろ。名前だけは一丁前だかんな。名前だけは一丁前に通ってるかんな。わかる？名前だけはもう売れてしまったんだよ。もう悪名が。もう取り返しがつかないんだよ、取り返しが。わかる？新人のやり方だから、それ。もう悪名は通ってるから。名前を売る必要がないんだよ。開き直るしかないでしょ、こんなの。開き直るしかないんだよ。もう俺はもう奇跡のファンタスティックを常に待つ人生だから。あとは死ぬか。このまま死ぬか、奇跡のファンタスティックを待つしかないんだ。それが俺の人生だよ。あとはアンチにフルボッコにされる人生なんだ。アンチコメントに常に叩かれて、奇跡のファンタスティック、ベホイミを待ってんだよ、ベホイミを。いや、奇跡なんか起きてないよ。HP がずーっとオレンジ色の状態だよ。HP が。薬草を食べながら頑張ってるんだよ。薬草を食べながら。そう、道場と哀れみのベホイミを待ってるんだよ。ベホイミ。マジックポイントも切れたわ、もう。マホカンタでベギラゴンも跳ね返ってきたわ、ベギラゴンが。強すぎるだろ。無理無理。マジックポイントないから。パルプンテ無理。もうあとはエンディング待つだけだよ。もう本当に。エンディング。バッドエンドだよ、バッドエンド。楽しかったな、バドゴンクエスト。ああ、楽しかった。バドゴンクエスト楽しかったね、ほんと。まさかアリアハンのスライムでフルボッコにされると思わなかったね。村出た瞬間にスライムが200匹現れたからね。フルボッコ、うん、フルボッコですよ。楽しかったな、ほんと。
はいはい、いってらっしゃい。もう引退詐欺する気力もないよ。引退詐欺する気力もない。相手も来ないね。相手も来ないね。しょうもないね。つらい、つらたん。つらたんだね。花火師はみんな TCP になっちゃったかんね。みんな TCP になっちゃった。はぐれメタルたち、メタルスライムたちはみんな TCP だよ、TCP。メガホンありがとう。全員 TCP になったんだよ。この結果どう思ってる？いや、もうだから、なんだろう。本当に。時の砂が欲しいね、今。時の砂のアイテムをちょっと探しに行こう、みんなで。時の砂。時の砂どう？時の砂。パーティーがな、ほんと。パーティー、再結成したいのは、ルイーダの酒場行かないとな。ルイーダの酒場。疲れた。どこが天狗なんだよ。天狗になってねえだろ。天狗になる要素あったのかよ。じゃあなあ、天狗っていうのはよ、実績が上がってうまくいって調子乗ってるやつのことを天狗って言うんだよ。天狗になる条件が揃ってねえっつんだよ。どこが天狗なんだよ。なあ、どこを自慢すりゃいいんだよ。俺は何を自慢すりゃいいの。リスナーに何を自慢できる要素があんの。天狗っていう言葉っていうのは何かうまくいって調子が良くなってね、それで高飛車な行動を取るのが天狗っていうんだよ。天狗になる条件がない。そう、やさぐれてるだけなの。ただやさぐれてるだけだから。ただの自暴自棄です。はい、初見さんいらっしゃい。ああ、パフェ来た。パフェが来た。パフェありがとう。パフェが来たよ、みんな。パフェが。ああ、パフェが来た。ああ、パフェ来たよ、パフェ。パフェ。久々にパフェが来た。パフェ氏がいた、パフェ氏が。パフェ氏が、パティシエがいたよ、パティシエが。パティシエが。あー、今のホイミ聞いたわ。しみるぜ。やばかった。今のは本当にやばかった。教会送りだったよ、教会送り。教会に送り込まれるところだった。今のホイミ聞いたな。今の聞いたわ。ホイミ聞いた。あー、ありがとう。パフェは聞くぜ。わあ、メガホンありがとう。メガホンありがとう。あれアイテム種が調子出てきたんじゃないの。わあ、
おい、このスライムども、俺のベギラゴンで一掃してやろうか？ちょっと待って、回復アイテムが、ポーションが送り込まれてきたよ。あれ、アイテム誌来てんじゃねえの？アイテム誌が。メガホンとパフェの流れ。これ来てるでしょ？反撃でしょ？反撃。反撃ののろしでしょ、これ。そうでもなかった？風船？ありがとう。ギラ無効なの？お前ら。結構、何？お前ら何？無効とか何？耐性持ってんの？ベギラゴン効かねえのかよ。マジかよ。風船来たな。風船ありがとう。風船ありがとう。メガホンお金になんないよ。メガホンお金になんない。いや、来た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 。ホイミありがとう。パフェありがとう。来てるね。調子いいね。調子いいね。うえぇ。うえぇ。うえぇ。おい、来たよ。アイテム来たよ。来たー来たー、ありがとう、ありがとう。爆裂系、爆裂系、来た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 ー。わー、雑魚ども、わー、この雑魚スライムどもよ、雑魚スライムども、ハート花火ありがとう。雑魚は聞いてきたんじゃねえの？聞いてきたろ。ええ、いいじゃん、いいじゃん。メガホンありがとう。アイテム誌がよ。アイテム誌が来たよ。火星に来たよ、火星に。火星に来たよ、火星に。いいよ。いいよ、いいよ。いいよ、いいよ。いいよ。ありがとう、バーガーロッコ、ありがとう。時給が爆上がり。たった1時間で、たった1時間で1500円稼いでるから。ありがとう！ハート花火ありがとう。いる？この200人の中で、ね、時給、わおー！招き猫！ありがとう。おーい、招き猫と花火ありがとう。見た？死んだ犬が、さっきまで死んでた犬が、ついに、1時間で5000円を稼いでます。メガホンありがとう。見てる？リスナーさん。さっきまで死んでた犬が、ザオリクです。ザオリク。これが、ザオリクです。ベホイミを超えてザオリクを唱えられて、完全復活。見て、この勢いのなさ。さっきまで生きがってたスライムたちが、一掃された瞬間、コメントの、アンチのコメントの勢いが、もう、虫の息ですよ、虫の息。虫の息ですよ。虫の息。わかりる？200人がピタッと止まったから。わかる？よっしゃ。竜王倒しに行こう、竜王。バーガー50個！あざーす！行く？行っちゃう？どこ？魔王城行こうぜ。今なら行ける気がする。どこ行く？武道どこ？武道。どこから行く？誰からぶっ殺す？魔王。時給5000円の男だから。鋼の剣もいけるぜ、今なら。鋼の剣と、ブーメランを捨てよう。とりあえずブーメランでいらない。鋼の剣を持って、行こう。鋼の剣、鉄の兜。確定だな、これ。1時間で5000円稼いでるだろ。1時間で5000円稼いでるだろ。わかりる？そう、奇跡が起こったの。奇跡が起こった瞬間。1時間で5000円をいただいた男。嫌われてて全然いいよ、全然いいよ。
全然構わないよ、嫌われてて。毎日ではない。毎日ではない。奇跡が起こったの。ザオリク。ザオリクを唱えてくれたんだよ。ライデイン覚えたでしょ、そろそろ。ライデイン、ライデインは覚えたでしょ。まだかな、ライデインは。ベギラマ連発できるぜ、ベギラマ。ベギラマ連発できる。余裕だな。余裕。いや、調子乗んなって、だって結果を出してるから。わかりる？うちのアイテム師さんたちがパワーをくれたんだよ。うちのアイテム師さんが。起死回生だよ。起死回生。奇跡が起こったんだよ。何が沼だよ。これあれ、烈海王がやってた構え。烈海王がやってた構え知らない？烈海王。あの、スモーキー・ジョーと戦った時の烈海王の構え。これはね、バキ読んでる人だったらわかるから。スモーキー・ジョーと戦った時の烈海王の構えだから。わかる？バキファン。バキファンは今ね、ワド、やっぱすげえわってなってるよ。これ2だから。わかる？烈海王がスモーキー・ジョーと戦った時の構え。わーお！風船300個ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。気分良くなってきたね。テンション上がってきたね。パーリーが始まった、パーリーが。パーリーが始まったね。パーリーが。いいよ。嫌われてて全然いいよ。全然いいよ。嫌われてて全然いいよ。ザラキ効かねえから、勇者にザラキは効かないよ。天狗にもなるでしょ、そりゃ。なんて言ったって1時間で5000円を稼がせていただいてるんですよ、僕は。1時間で5000円を稼げる男なんですよ。わかる？わかる？新小岩のキャバ嬢ですよ。新小岩のキャバ嬢。新小岩クラスだよ。時給まあ7000円いったら、まあ上野のキャバ嬢なのっていいんじゃないの。なあ、新小岩のキャバ嬢並み稼いでるから今。勝ってるでしょ。来てるでしょ。いい感じだよ、いい感じ。いい感じだよ。億万長者にまっしぐらい。ビル・ゲイツだよ、ビル・ゲイツ。いや、安いアイテム。アイテムはもう感謝ですよ。アイテムじゃんじゃん投げてください。僕をビル・ゲイツにしてください。僕をビル・ゲイツに。僕をビル・ゲイツにしてください。ああ。やったぜ。いいよ。嫌われてもいいよ。新宿はやっぱ時給3万円稼がないといけないね。新宿のキャバ嬢を名乗るにはやっぱ時給3万円。うん。よりゲイツとか言わないでください。うん。よりゲイツって。そう、港区に行きてえな。俺も港区な男になりてえな。港区スタイルで行きてえな。インコは飼ってない。文鳥だよ、文鳥。文鳥。空気入れ替えます。ありがとね。アイテムくれた人みんなありがとね。目が悪いのはしょうがないじゃん、より目なのは。うん、生まれつきなんだよ。いや、港区はやっぱね、勝ち組だからね。港区は。よりゲイツって言わないでください。ビル・ゲイツです、僕がなりたいのは。もしくはスティーブ・ジョブズ。カリスマスティーブ・ジョブズになりたいね。わお！ハートありがとう。ワード2。おはよう。おはよう。港区いいでしょ。わーお、すげえ。バーガー10個ありがとう。ありがとうございます。わーお、アイテムいっぱいもらった。ありがとう。ありがとう。おはよう。わー、すげえ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 。すげえ。風船500個ありがとう。風船500個ありがとう。やばいやばいやば。
ありがとう。ノージョブズって言わないでください。仕事してます。うん、タクタクさんが分かんないですね、誰だか。ごめんなさい、タクタクさんが分かんない。うん、ありがとうございます。すごいでしょ、風船500個。風船500個すごいでしょ。何、ひがみですか今度アンチ。ひがみ、俺がアイテムもらってるのがそんなに嫌なの、アンチくんたちは。ひがみでしょ、風船500個もらえるの。うわーすげーすげーすげー。メガホン200個ありがとう。あ、ひがみが始まったよ。ひがみが。ひがみが始まったよ、ひがみが。また。ルサンチマンのひがみが始まったよ、ひがみが。うん。いや、嬉しいでしょ。嬉しいでしょ。ありがとう。メガホン22個ありがとう。嬉しいでしょ。風船いるよ。風船いるよ。うん。いや、ネタミ、ヒガミ、ソナミ。え？ネタミ、ソネミ、ヒガミ。わあ、風船50個ありがとう。ありがとう。細かいアイテム嬉しいでしょうか。バカだな。塵も積もれば山となるっていうのよくわかってねえんだな。そういう風に、細かくね、アイテムを投げてくれる主婦たち、男児妻たちの存在を、男児妻を笑う者は男児妻に泣くんだよ。なあ。男子妻に泣く者は男子妻を笑う、ん？男子妻を笑う人は、あれだよ。男子妻だよ。男子妻を制した者は、あれだよ。ふわっちを制すってことを知らないの。ねえ。男子妻を制していくんだよ。この時間帯。勝ったな。男子妻が、奥様たちが味方だから、奥様。奥様たちが今味方だから、俺の周りに奥様が囲い込んでるから、奥様バリア、アンチから守ってくれてる奥様たち、男児妻たち、奥様バーカ、奥様たち、マダムたちは半端じゃねえから。来たー、人妻、人妻花火ありがとう。わかる、人妻が俺のこと守ってんだよ、和道いじめんなっつって。人妻からの絶大的な信頼関係。わかる。わかりる。人妻たちのこの愛。人妻男児妻。奥様たち。ありがとうね、奥様。わー、風船ありがとう、風船ありがとう。すいません、奥さん。奥さんありがとう。白ガネーゼが来たよ、白ガネーゼ。招き猫投げた人は白ガネーゼって呼ぼうぜ。白ガネーゼ。分かってねえな、本当に。分かってねえわ。いやー、やっぱ昼間いいな。昼間の奥様たちはやっぱいいな。愛があるね。愛が。奥様たちを大切にしていかないとね。おい、ニートども。おい。スライムども、まともな人間はアイテムなんか投げないと思うけど。ああ、もうひがみ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 、余裕がないの、心に余裕がないからそんな発言なの。違うから、うちの和道リスナーのアイテム来た、これ来た、これ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 、ありがとう、セレブリティありがとう。招き猫、あざす。わかりる？わかりる？わかりる？セレブがいるんだよ、セレブが。もうこれ、ひがんじゃうでしょ、こりゃ。マダムたちの力。あ、もうか、うわお！バーガー100個ありがとう！バーガー100個ありがとう！もうみんな乗っかって。もうメガホン勢も来て、メガホン勢も。メガホン持ってもうパンパンパンって。パンパンパン。パン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 って来よ。もう見ろよ、さっきアンチ。200人いたアンチがどんどん減ってるの。50人いなくなってんだよ。50人。スライム50人倒したから。はい、メガホンありがとう。ほら。どんどん減ってるアンチ。おい、バカありがとう。わお、パフェありがとう。風船ありがとう。なあ、リアルだろ？さっき言ったスライムどもがどんどん弱ってんだよ。ベギラゴンが効いてるよ、ベギラゴンが。わかる？回復アイテムだよ。みんなありがとうね、アイテム。すげえすげえすげえ。
ありがとう、ウェイ、メガホンありがとう、ハートありがとう、神社ありません、神社ありません。あ、ひがみひがみ、ハートありがとう、こんにちは、バカありがとう。来てる？もうほら、息してねえよ。息してねえよ。息してねえよ、スライムども。スライムども息してねえよ。次のステージ行こうぜ。お手ありがとう。ざまだよ、ざま。ざまだね。ざま。スーパーワードちゃんマンだよ、スーパーワードちゃんマン。うわ、来た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 。風船999個ありがとう。イェイイェイ。いや、もうこれ半端じゃねえわ。半端じゃねえわ。ほんとに。ありがとうございます、皆さん。すごいっしょ。風船、やっぱりね、風船に、風船を、風船が、なんだっけ？風船に、風船を笑う者は風船に泣くんだよ。わかる？風船なんだよ。わかる？メガホンなんだよ。からの、だから。からの。アンチがビビってる風船ありがとう。いや、もう根拠があるから。俺は主婦とやりとりしていくよ、これから。TCP 行くか？今日なら勝てるんじゃねえの？今日なら勝てるんじゃねえの？ TCP に。今日なら。ねえ。WDO が TCP に喧嘩売れるんじゃないの？どうなの？今日は TCP に勝てるでしょ？いけるでしょ、これ。ねえ。TCP 殺し。メガホンありがとう。TCP いけるっしょ、TCP。うん。あっちは花火師が半端じゃない。いや、今の勢いなら俺はいけると思うよ。今の勢いならいけると思う。TCP、テルチャンピン、ついに、宿命の対決。ステゴロ2ですよ、ステゴロ2。あ、TCP 強えな。TCP 強えな。あ、ちょっと TCP はやめとこう。ちょっと TCP はまだ早いわ。TCP はまだ早いわ。ごめん。ちょっと TCP 半端じゃなかったわ。TCP ね、1時間で5万ぐらい稼ぐわ、あいつ。半端じゃねえわ、今。デイリーランキング見て震えたわ。ランハゲなら勝てるな、今な。ランさんならいけるかもしんないな。ちょっと TCP は早すぎた。うん。あいつ、半端じゃなくレベル上げてたわ。テルチャンピン、テルチャンピン。TCP はちょっともう3ステージぐらい上のところにいるわ。やばいわ。うん。喧嘩売る相手間違えたわ。あれ、すごいわ。すごい。あ、ちょっとひどいね。あ、TCP は後々倒そう。うん。TCP は。テルチャンピン知らないの？ステゴロ1の時俺の対戦相手だよ。俺の対戦相手。テルチャンピン知らないんだ。ドレさんはもうヨッサンファミリーの傘下に下ったからね。ついにヨッサンファミリーの傘下に下ったから。ヨッサン一門に入ったからね。ヨッサン一門に。そう。やっぱり今後生き残っていくためにはね、傘下に入っていかないといけない。一匹狼は辛いんだよ。一匹狼は。一匹狼は。TCP なぁ。エスキモーみたいな格好してたのにな、俺出会った頃。エスタークだね。アイラじゃない？エスタークは。アイラは完全に裏ボスでしょ、もう。もはや一人で独走してるもんね。ドレさんはね、世渡りうまいかんね、意外と。テルチャンピン強いよ。うん、小綺麗になったっていうか、金回りが良くなったからね、急にね、美容師とかね、美容室行ったりね、なんかドルチェ&ガッバーナとかね、これテルにもらったベルトなんだけど、ちょっと、鑑定士の人いる？テルがね、ベルトくれたの。俺、あ、沖縄でベルトなくしたんだけど、これ高いのか鑑定しよう。ワド、これあげるよ、つって。これ、いくらのやつだ？なんか高そうだぞ。ブランドじゃないの、これ。ブランド。テルがくれたのは、トミーって書いてあるね。これ高いの。トミーでしょ、トミー。これ高いの。TOMMY って書いてある。TOMMY。これ高いやつ。
トミヒルっていうの。これ別に高くないの。これくれて、20万すんのこれ。これ20万すんの、これ20万もすんのこれ。え、これ20万もすんのこのベルト。え、あいつ20万のベルトくれたの。嘘。そんなに高いやつだったのこれ。え、マジかよ。なんか悪いことしたな。なんか普通になんかベルトなくしたわーっつったら、あ、1個余ってるからあげるよっつって。2万もすんのこれ。2万もすんのかよ。マジかよ。うん、まあいいやつじゃん。あいつこんないいやつくれたんだ俺に。悪いことしたな、なんか。20万もしないか。いや、コメントにあったからさ。いや、もう俺が使っちゃってるから。うん。ちょっと待ってね。ベルト通すから。よいしょ。うん、高いでしょ。ベルトに2万円なんか俺使ったことないよ。ちょっと待ってね。よいしょ。うん、いや、今パンツあげたんだよ。何その腹って。いや、だからボクサーだから。ああ、最近ボクシング始めたから言われてんの。ワド閉まってきたなって。やっぱ注目した。お前ら目いいじゃねえかよ。やっぱそこ見た。腹見ると大体本気でやってるかどうかわかんの。ああ、目がいいじゃん。うん、バッキバキですよ。バッキバキ。ああ、俺がどれだけ本気で今回捨て頃取り組んでんのか分かったろ。バッキバキです。はい、バッキバキ。もうね、俺にボディーブロー効かないよ。ボクサーだよ、ボクサーだよ。ほら、かっこいいだろう。捨て頃でまたファンが増えるから、うん、捨て頃でファンが増える。マークハントタイプ。まあ確かにレイセフォーとかマークハントとかそっち系だよね。サモアの怪人タイプだね。そう、分かってるね。ハードパンチはだから。俺今左拳ちょっと痛めてるけど、ありがとう。メガホン5個ありがとう。いや、気合い入れてるよ、ほんと。気合い入れてるから。めちゃめちゃ気合い入れてる。うん、雨が痛いな。うん、じゃあそろそろ終わりにするわ。皆さんありがとうございました。お疲れ様でーす。ありがとうございました。お疲れー。捨て頃応援してね。ふわっちと YouTube と Twitter フォローお願いします。お疲れー。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。